12月25日、ね、クリスマスですけども、さあ納めの兆候でやってまいりました。場所はこれ城ヶ島の東の入りですね。まあなんとか最後に40センチを超えるメジナを釣り上げて今年も終わりたいんですけどね。ちょっとそううまくいくかどうかは分かりませんが、ちょっと頑張ってやってみたいと思います。じゃあよろしくお願いします。どうした、よし、当たった。もっと入れ、もっと入れ、いけいけいけ、よし、よし、乗った、ようやく乗ったよ。もうえ、お、やったー、メジナだよ。よかった。サイズはこんなんですけど、メジナでしたね。よかったっす。これはリリースしてあげますね。よかった、上に浮いてるのがメジナで。よし、いっ、やれた。よっしゃ、いい当たりなんですけどね。お、メジナなんじゃないの一応これね。え、メジナっすね、これね。小さいんだよね、メジナ。そらよっしゃ、このサイズです。逃げ出したよ。当たってるな。当たりなんだけどな。どうだ、乗るか。あれは、あれ、よし、乗った。お、あれ、サイズアップした。サイズアップした。叩いてる、叩いてる、叩いてるな。叩いてるっぽいな。叩いてるよね。アイゴか。これはアイゴっぽいですね。慎重に、何かわからないからね、慎重になります。迷子だ、見えちゃったよ。迷子ですね。はい、もういい、もういい、頑張るな、頑張るな、もう、はい、のタモ入れはやっぱりアイゴだ。ね、アイゴですね。でっかいアイゴ。猫ダメだよこれ、お前。30いったでしょ。お、よいしょ。よかった、メジナでタモ入れできてよかったです。ないっすねこれ。29センチ、29センチですね。30あればそのまま迷わず締めるんですけどね。攻めるポイントを 2,3 箇所作って、まあ、そこを交互に狙うような、なんかそんなイメージですよね。まあ、コマセで悟りをかわすとかそういうことはあんまり僕はやってないですね。チャレンジすることはありますけど、だいたいうまくいきません。ちょっとここいって、いって、いって、これもメジナなのかな。もうメジナだ。まあ、サイズは
小さいですけどね。このサイズのメジロ釣り上げて腕が痛いのに大丈夫かなと思って。痛いよ肘が。ね、メジロです。当たってるよね。当たってる当たってる。離したのか。よし、痛い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 。今度しっかり乗ったか、しっかり乗ったか。オッケー、乗った。こちらだよね。ああ。お、もう一回行くか。もう一回行くか。入ってる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 。お、行けそう行けそう行けそう。行けそうから。お、行けそう。ああ、ダメか。ダメか。行けそうでしょ。これ乗るでしょ。乗った。強いか。これメジロでしょ。メジロだよこれ。いやそうそう、アイゴアイゴ。痛い痛い、腕が痛い、腕が痛い。ね、よく引くアイゴですねこれ。なんかでっかいよ。でっかいですねアイゴ。今日はアイゴは持って帰りません。でっかいけどね。アイゴちょっと今日はやめておきます。よっしゃ、行った。どっちだ、どっちだ、行くか。おっと、よし、乗ったよ。あ、メジナかも。メジナでしょ。メジナですね。アイゴだ。で、ほらガン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 つって、よし、もういい、よし、メジナでしょ。メジナだね。突っ込むけどな。メジナだよ。やりました。ゆっくりゆっくりゆっくり。いいメジナだよ。いいの来ました。よいしょ。これちょっと頭のカメラつけて測りましょう。これいいのですよね。やった。
こんな明るい時間に。35ですね。35センチ。ムジナってことないよね。あ、ムジナだ。やった。ムジナだよ。しかも元気見て。ほら。いい色のムジナ。ほら。もういつきの茶色いムジナですね。よく引いたね。ほら、真っ茶色のムジナですよ。もう33ほら33センチですね。すごくいいね、太鼓もあるし、よいしょ、ハリスを 1.75 号から2号に変えました。ハリーはグレー張りの5号のままですね。でハリスの長さ今これ1広ないです。1メートルぐらいですね。誘導もほとんどありません。20センチ程度。これで様子見たいと思います。よし、たたたたたたって、よし、大将ネジ
ナスね。これメジナだな。これメジナスよ、ほら。いいっしょ、これ。しかも、まあまあ、これサイズでかいかも。あれ？でかい？もうメジナだ。あ、そんなでかくないのか。元気なんすね。元気だからでかく見えるけど。やべ、歯も遠い。よいしょ。やばいやばい。歯もが遠いです。よいしょ。もう混ぜるなよ。よっしゃ。あれ、ちっちゃいぞ、なんか。え、あれ、ちっちゃい。29センチってやつでしょ、これ多分。出た、29センチ、出ましたね、29センチ。リリースします。はい、ごめんごめん。はい、リリース。10センチぐらいあるアジが最後に釣れて、まあ、あの今年をなんとかいい形で締めくくることができました。今年もこんな拙い動画見ていただいてありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。